そういや、今年のおせちは優子ちゃんが作るのかい？それにすぐさま反応した義母は、顔の前で手を振りながら笑い出す。そんなの無理よ。うちの嫁は全然料理ができなくて、おせちなんてとても作れないダメ主婦なんです。普段のお料理だって全部私がやってるんだから。その笑いはとても嫌なものだった。冗談などではないし、その場のノリのようなものではない。ただただ私を侮辱するものだ。もう我慢の限界だった。次の私の行動といえば、反撃をすること、あとは全力を尽くすのみ。私は優子、去年結婚したばかりの28歳、料理が趣味の専業主婦だ。食べられれば何でもいいという、実に腕の振るいがいがないのがたまに傷だけれど、旦那は優しく、リフォームしたばかりの大きな一軒家に、密かに憧れていたアイランド型の広いキッチン。理想の生活なんだろうとは思う。しかし、私は新婚早々、ある悩みを抱えていた。それは、同居する義母のことであった。義母は自称料理上手で、なぜか私のことを料理一つできないダメ嫁だと思っている。いや、思っているだけならまだ我慢もできるのだが、義母はそれを触れ回るような、かなり厄介なタイプだった。昨日だって、洗濯物を干している私にわざと聞こえるように、隣の奥さんにこぼしていたのだ。本当に料理もまともにできない嫁なのよ。ああ、嫌だわ。どんな教育を受けてきたのかしら。息子がかわいそう。だなんて、思わず手に力が入り、手元でバキッと音がした。洗濯バサミを壊す一歩手前だった。百歩譲って私のことだけをけなすならまだいい。しかし、両親のことを悪く言われるのは我慢ならなかった。私は心の底から両親のことを尊敬しているし、両親には数えきれないほどたくさんのことを学んだのだから。なのに何も知らずに、いや、何も知ろうともせずに、義母は毎日この調子で私のことをけなしていた。今日も今日とて、義母は私の名誉毀損活動に忙しいようで、外からは井戸端会議をしているであろう、甲高い声が聞こえてくる。もうね、全く味がしないのよ。あの子、調味料の使い方も知らないのかしら。そうなると私が料理しないといけなくなるじゃない？うちの息子、何のためにあんな嫁もらったのかしら。続いて、幸恵さんも大変ね、だの、教えてあげたら、だのと上がるご近所さんたちの声。本当にもう、いい加減にしてほしい。コップを持っていた手に力が入り、ピシッとガラスにひびが入った。夕方、旦那である正彦が帰ってきた時、義母はちょうど入浴中だった。チャンスとばかりに、私は日頃溜め込んできたものを正彦にぶつけることにした。お母さんのあれ、なんとかならないの？毎日毎日、私が料理できないだのなんだのって、近所に言いふらしてさ。正彦からも何度か言ってくれない？正彦から受け取ったジャケットをクローゼットにしまいながら、義母の行いを打ち明ける。正彦は特にマザコンというわけではないし、私のことは大事にしてくれている。だから、かばってくれるものと思っていた。大変だったね、と同調してくれるものと信じていた。しかし、彼の口から飛び出したのは全く違う言葉だった。母さんは昔から料理に関してはこだわりが強いからな。頭をかきながら困ったように正彦は言った。料理のこだわり？あの濃い味付けで？と、頭をよぎったことをはっきり言ってしまいそうになった。信じられないという思いで、正彦の顔を凝視するが、彼は真剣そのものだった。ほら、あの人料理上手だろ？まあ、俺はあんまり料理のうまい下手はわからないんだけどさ。とにかく、頼むから母さんとうまくやってくれよ。それも嫁の務めだろ。そう言いながら、正彦は寝室を出て行った。
嘘でしょ？残された私の気持ちはただその一言だ。料理上手？嫁の務め？え、何それ？いろんなモヤモヤが一気に胸に押し寄せる。大体、言っては悪いが、義母の料理はお世辞にも美味しいとは言えないのだ。私が料理することを義母が阻止するため、なんだかんだこの一年、料理はすべて義母が担当しているが、私はそれを美味しいと思ったことが一度もない。何しろ彼女は、濃い味付け、イコール美味しい、と思い込んでいるのだ。その味で育った正彦は、平気な顔で、いつも綺麗に平らげているが、私は正直、完食するのが毎日辛い。あんな濃い味付けのものを食べ続けていたら、塩分の取りすぎで確実に体に良くないし、舌もバカになりそうだと危機感すら覚えている。残したら何を言われるかわからないから、なんとか頑張って食べてはいるけれど。静まり返った寝室で一人、大きなため息をつく。ショックなのは、義母の料理を正彦が否定しなかったことではない。嫁の務め、か。まともに取り合ってもらえなかったことだった。こんな時、私は無性に実家の味が恋しくなる。あれから数週間が過ぎ、世間はすっかり年の瀬ムードが濃厚になってきた。結婚して初めて迎える正月になる。この家では毎年正月に親戚が集い、義母の作ったおせち料理をつつくのが恒例行事になっているそうだ。それを正彦から聞いたとき、へえ、と流しながらも、また内心では嘘でしょ、と思ったことは秘密だ。毎年義母の料理を食べに来た親戚。もうさすがに舌が慣れてしまっているだろうけれど、とても気の毒な気がする。義母に味が薄いだの、まともに料理ができないだのと好き勝手言われてはいるが、私は自分の料理の腕を信じている。技術を叩き込んでくれた両親を信じている。なんとかしてみんなに料理を作りたい。正彦の味覚を矯正してやりたい。その一心で、私はダメ元で義母に頼み込むことにした。お母さん、おせち料理のことなんですけど。キッチンで張り切って、お重や大きな鍋を出している義母の背中に声をかける。私も手伝います。しかし、振り返った義母はすでに表情で拒否していた。ゆうこさん、あなたろくに料理もできないくせに、おせち料理なんて作れるわけないでしょ？うちだけじゃなくて、親戚みんなが集まるの、わかってるわよね。だから言っているんです。私はこの家に嫁いだんです。嫁としての務めを。必死に食らいつくも、義母は首を振るばかりだ。ダメダメ。正月早々変な空気にするつもり？大体、みんなは私のおせちを食べに来るのよ。がっかりさせるわけにはいかないでしょ。わかったら邪魔しないでちょうだい。再び向けられた背中を見つめ、私はやりきれない思いを噛み殺すしかなかった。正月が訪れ、続々と親戚たちが集まってくる。20人ほどいるだろうか、思ったより数が多い。そのほとんどが結婚式以来となる対面だ。ゆうこちゃん、明けましておめでとう。あら、お久しぶり。新婚生活にはもう慣れた？詰めかける親戚たち一人一人と挨拶を交わしながら、20畳近くある広い和室に通していく。嫁いできた時はあまりの広さに驚いたものだが、この家の和室がやけに広いのはこのためらしい。和室には義母がいて、すでに到着していた親戚たちと話している。その時、親戚のうちの一人が言った。そうや、今年のおせちは、ゆうこちゃんが作るのかい？それにすぐさま反応した義母は、顔の前で手を振りながら笑い出す。そんなの無理よ。うちの嫁は全然料理ができなくて、おせちなんてとても作れないダメ主婦なんです。普段のお料理だって全部私がやってるんだから。
その笑いはとても嫌なものだった。冗談などではないし、その場のノリのようなものでもない。ただただ私を侮辱するものだ。もう我慢の限界だった。お母さん、では私におせちを作らせてください。もしまずければ、お母さんに口直しの料理を作ってもらうというのはどうですか？私の提案に場の喧騒がすっと引く。一泊置いて親戚たちがざわつき出す。そうは言ってもな、まずいおせちは嫌だな。まあでも何事も経験ですからいいんじゃありません？だな、失敗したら幸恵さんが何とかしてくれるみたいだし。親戚たちの会話を黙って聞いていた義母だったが、雰囲気的に、とりあえず優子ちゃんに作らせてみようという流れになっているのを察し、諦めたようだった。そうね。じゃあ今年は練習させてあげるわ。仕方ないからという言葉が見え隠れするような言い方だが、これで舞台は整った。皆さん、今年はどうかこのダメ主婦のわがままに付き合ってくださいね。そう言って親戚たちに向かって深々と頭を下げる義母に言いたいことは山ほどあるが、私の心はこれだけの証人がいる前で堂々と料理ができるということでいっぱいだった。さて、反撃だ。あとは全力を尽くすのみ。結論を言うと、おせちは会心の出来だった。重箱にきれいに詰められたおせちを前に、親戚たちの感嘆の声がそこかしこで上がる。なんだ、すごく美味しそうじゃないか。やるね、ゆうこちゃん。本当ね、こんなのなかなか作れないわよ。そんな中、どうせ口直しの料理が必要になると言って買い物に出ていた義母が帰ってきて、私の作ったおせちをじろりと一瞥した。ふん、見た目だけはいいよね。どうせまずいだろうけど。どうしても私を認めたくないらしく、だけをやけに強調する。そしてわざとらしく、さて口直しのお料理作らなきゃ、などと言って、いそいそとキッチンに引っ込もうとする。それに構わず、私は親戚たちに紙皿や割り箸を配って回った。皆さん、どうぞ召し上がってください。キッチンに向かいながらも、義母の背中は明らかにこちらに意識を向けている。親戚たちは、紙皿と割り箸を受け取ったものから順番に、それぞれ料理を取り、口にした。これは、誰かがぽつりとつぶやいた。心なしか声が震えている。義母は心底愉快だと言わんばかりに笑い出した。ほら、言わんこっちゃない。これだからダメ嫁は。皆さん、無理して食べなくていいですからね。すぐに口直しのお料理お作りしますね。勝ち誇ったような義母の声。しかしそれは歓喜の声にすぐさまかき消されることとなる。こんな美味しいおせち食べたの初めて。お店で出せるレベルだな。それ以上よ。まるで料亭のお料理みたい。ゆうこちゃん、あなたこんなのどこで習ったの？おせちを中心に盛り上がる面々を前に、義母は絶句して立ち尽くした。そんな義母には、誰一人として目をくれず、親戚たちの目線はすべて私に集中している。実は、そう前置きし、私はみんなに種明かしをすることにした。私の実家は明治時代創業の由緒ある京料理の老舗店だ。本物の京料理が食べられるお店としてあのミシュランガイドにも載っている。現在五代目となる父が料理に関することすべてを取り仕切り、同じく料理人の家系である母が献身的にサポートしている。私は幼い頃から父や母の姿を見て育ち、小学校高学年になる頃には本格的に料理を両親から学んでいた。後を継ぐのは兄に決まっており、
よそに嫁いだ私が店に関わることはおそらくこの先もないけれど、それでも両親から教わってきた料理の知識はすべて私の中にあり、私はそれを誇りに思っている。だからこそ、私の料理の腕を否定する義母の言動には我慢ならなかった。私の料理を否定されるということは、それはすなわち私の両親を、私の先祖が代々繋いできた店を否定されることになるから。というわけなんです。というか、お母さんには結婚前に申し上げたはずなんですけど。人の話を聞かない傾向にあり、私を見下している節のある義母は、私のことを田舎の小料理屋の娘くらいに思っていたようだが、さらに、とことん食には無頓着な雅彦など、どうせファミレスと料亭の違いもよくわかっていないに違いない。どうしてこんなところに嫁いだんだろう、と思わなくもない。ゆうこちゃん。呼びかけられてそちらに視線をやると、いくつもの目が遠慮がちに、しかし期待するようにこちらを伺っていた。もっと食べてもいい？私ももっと食べたい。用意したお重は結構なボリュームだったにもかかわらず、きれいに平らげられていた。不意に嬉しさがこみ上げて泣きそうになる。作った料理を褒めてもらえるなんて、結婚するまでは当たり前だったはずなのに、この一年、その感覚をすっかり忘れていたようだ。はい、ただいま。弾かれたように和室を飛び出し、立ち尽くしたままの義母の脇を通り過ぎる。そういえば、義母が何か食材を買ってきていたはず。もうこうなったら、後で何を言われても構わないから、この人たちに全力で料理を振る舞おうと決めた。お母さん、食材使わせていただきますね。一応断りを入れるが、思った通り返答はない。食材はキッチンに置かれたままだった。スーパーの袋の中を覗こうと手をかけたその時、キッチンに入ってくる人影があった。私たちにもお料理を教えてくれる？顔を上げると5人ほどの女性が並んで立っていた。私と同じような年頃の人から義母くらいの年の人までまちまちだ。しかし、彼女たちの目は皆同じように輝いていた。お料理すっごく美味しかった。私たちもあなたみたいに上手になりたいの。今思えば、その言葉がきっと私の中の何かを変えたのだろう。料理を教えるなんて今まで考えもしなかったけれど、そんな風に思ってくれる人がいるのなら、私なんかでいいのなら、いくらでも教えたい。そう思った。喜んで！笑顔で答えると、わっとその場が華やいだ。みんな料理上手になって旦那をびっくりさせてやるんだから、などと言い合っている。そうして急遽始まった料理教室。真剣な顔で料理する私たちを遠巻きに見ながら、もはや蚊帳の外となってしまった義母は、黙々と後片付けをしていた。そして出来上がった料理は、これもまた絶賛だった。いやー、今だから言うけど、実は幸恵さんの料理は味が濃くてちょっと苦手だったんだよ。ゆうこさんの料理の方が薄味で上品よね。さすが京料理のプロ。口々にもてはやされ、認めてもらえたことを嬉しく思う反面、さすがに義母に対して気まずさを覚え、曖昧に笑う。義母は口を挟むことなく、片付けに徹している。そろそろ何かフォローを入れようかと考えていたところに放たれたのは、雅彦のとどめの一言。やっぱり、優子の料理の方がいいな。母さんの濃い味だと、塩分とか健康面で心配だし。これからは、普段も優子が料理してよ。この一言によって、義母は完全に居場所を失ったようで、気がつけば自分の部屋に引っ込んでしまっていた。その後、私の料理の腕は親戚たちの口から広まっていき、料理教室からたびたび講師の依頼が来るようになった。最初は迷ったものの、
正月に開いた小さな料理教室での高揚感を思い出し、私の料理の腕を求めてくれる人がいるのならと思い、依頼を受けることに。あれよあれよといううちに口コミは広がり、気がつけば本場の京料理を作る料理人主婦という肩書きで、私はメディアに取り上げられるまでになっていた。今では全国から講師の依頼が来る。本当に人生とはわからないもので、思ってもいない展開だったが、とある料理雑誌ではなんと父と対談をしたこともあった。あれだけ近所に料理もまともに作れない嫁と私のことを言いふらしていた義母はというと、あの日を境に料理に関しては全く口を出さなくなった。料理をしようともしなくなり、今では料理に関しては私が全ての実権を握り、忙しいながらも平和に暮らしている。私と夫のこだわりが詰まった新築の一軒家で新婚生活をスタートした私。するとそこに一本の電話がかかってくる。もしもし、八千代さん、今外出中かしら。それは順調な新婚生活を送っている私を妬む義姉からの電話だった。あなたの家を査定してもらったのよ。そしたら査定額3000万だって。もちろん私がいただくわ。新婚時代の幸せなんて長く続かないし、価値が高いうちに家を売った方がいいのよ。電話越しに勝ち怒ったように笑う義姉。この人は一体何を言っているのだろう。お姉さんが言っていること全て間違っていますよ。冷静な口調と淡々と事実を伝えると、そんなわけないと義姉は騒ぎ出す。その時電話の向こうから第三者の怒鳴り声が聞こえてきて、私は小島八千代、25歳。幼い頃から絵を描くことが好きだった私は、大人になった今イラストレーターとして日々仕事に励んでいる。ひとまず納期には間に合いそうだな。長時間タブレットに向けていた視線を外し、ふとスマホで通知を確認すると、彼からメッセージが来ていた。1年記念日、予定開けていてね。その言葉に思わず頬が緩む。私には付き合って1年経つ彼氏がいて、来月はそんな彼との記念日デートだ。仕事も恋愛も順調で、そろそろ結婚かも、と密かに期待している今日この頃。あ、もうこんな時間。今日は夕飯担当だったと思い出し、浮かれた気分のまま25年間上り下りしてきた実家の階段を駆け下りる。その途中で年季が入った壁に大事そうに貼られている絵が目に入り、足を止めた。少し前に私が描いた絵、イラストレーターとして仕事が回られるようになり喜んだ両親に家族の絵を描いてほしいと頼まれた時のものだった。両親と私、7つ上の兄、そして兄の横に女性がいて、仲良さげに笑い合う様子が描かれている。私は今実家暮らしで、両親ともよく旅行などに出かけるほど仲がいい。ただ7つ上の兄とは子供の頃からどこか壁があるような気がしていた。昔から何かと容量が良かった私は、両親や親戚からも器用な子だと言われて育った。その一方で7つ上の兄は何をするにも失敗ばかり。妹の私から見ても容量が悪いと感じることが多く、いつもこっそり手を貸したりしていた。しかしそんな私の行動がさらに兄のプライドを傷つけたのか、大人になるにつれ素っ気ない態度を取られることが増え、溝は深まったように感じる。そんな兄も4年前に結婚し、実家を出て奥さんと生活中。壁に飾られている絵の中で兄の隣にいるのがその奥さん、つまり私の義姉だ。母に聞いた話によると、二人は同級生らしく、同窓会で再会したことをきっかけに結婚まで発展したらしい。これだけ聞けば
何ら問題のない幸せな二人のように思えるが、実際は違った。容量が悪く不器用なくせに、プライドだけは高い兄は、義士の前ではまるで仕事ができるいい男のように振る舞っていたのだろう。交際が始まって間もなく結婚した二人だったが、結婚後実家に来るたびに義士ミカは不満ばかり漏らすようになった。ねえ、お兄さんにもっと仕事頑張るように言ってくれない？今の低すぎる給料じゃいつまで経っても専業主婦になれないじゃない。私にブツブツと不満をぶつけてくるのは決まって母がいないタイミングだった。どうやら義士は結婚前に思い描いていた夢の専業主婦生活と今の生活とのギャップに不満を募らせているらしかった。毎回実家に来るたびに眉間にシワを寄せ文句を言う義士の顔を思い出し、絵の中で笑っている義士との違いに思わず苦笑いする。この絵は私の理想を描いたものだから現実と違って当然だった。家族全員仲が良くて毎日喧嘩もなく笑い合って、そんな理想の家族像に私は幼い頃から密かに憧れを持っていたが、きっと難しいだろう。少し悲しい気持ちになりながら料理を作るためにキッチンに向かった。それからほどなくして私は晴れて大好きな彼と結婚することになった。一年記念日のデートで私の好きなレストランに連れて行ってくれた彼。キラリと光る指輪を手に緊張した様子でプロポーズしてくれたのだ。そして今日、早速両親や兄夫婦に紹介するため彼を実家に招くことに。いらっしゃい、どうぞ上がって。緊張した面持ちの彼を連れ実家の玄関扉を開けると、待ち構えたように両親が出迎えてくれた。彼は、お邪魔しますと言っていつもの優しい笑顔を浮かべ、緊張しながらも両親と挨拶を交わす。その様子を微笑ましく見守りながら、兄夫婦はまだ来ていないのかなと家の中を覗く。するとその時、バンと車のドアを閉める音が聞こえ、続いて兄に何か文句を言っているような義士の声が聞こえてくる。ああ、またいつものヒステリーか。案の定、玄関先に姿を見せたのは兄夫婦で、ヘラヘラ笑う兄と、それに対してイライラした様子の義士。両親は二人の様子に苦笑いを浮かべ、とりあえず中で話しましょうか、と家の中へと私たちを促した。その後、両親と兄夫婦に結婚の報告をし、さらに一軒家を建てるために現在準備中であることを伝えた。私が実家を出ることに対して寂しくなるわねと言いながらも、イケメンで愛想もよく大企業に勤める彼を気に入った両親は心から祝福してくれた。それを嬉しく思いながらも、両親の隣に座る兄夫婦をちらりと見る。兄はおめでとうと口では言いながらも、相変わらずそっけない態度で、義士はというとあっけに取られたような表情で私たちを見つめていた。何か気になることでもあったのだろうか。小さな不安を胸に抱きながらも、結婚の挨拶は無事終了。彼を見送る前にトイレに行っておこうと席を立つ。トイレを済ませて出ると、そこには壁に寄りかかる義士の姿があった。結婚決まってよかったじゃない。どこであんな優良物件捕まえたの？片眉を上げながらそう尋ねられ、口元が引きつるのを感じながら答える。友人からの紹介で、これから何かとお世話になると思うのでよろしくお願いします。そんな私の言葉を鼻で笑った義士は、すれ違いざまに、結婚って楽しいのは最初だけなのよと吐き捨てリビングに戻っていった。普段から結婚生活への不満を漏らしていた義士は、今回の私たちの結婚報告が気に食わなかったのだろう。それにしても彼のことを優良物件って
人を肩書きでしか見ない義士の言動に呆れ、はぁ、と、ため息が出た。それからというもの、義士は実家で顔を合わせるたびに、新婚は幸せでいいわね、などと、嫌味っぽく言ってくるようになった。もともと義士の結婚に対する強い執着を感じてはいたが、実際に私たちが籍を入れてからは、特にひどくなり、どうしたものかと頭を悩ませる。義士からの嫌味攻撃はその後も続き、しばらくして念願の新築が出来上がったタイミングで実家を離れることに。義士の言動にうんざりしていた私は、兄夫婦には何も連絡せずに引っ越しを終えた。新築の一軒家は私と夫のこだわりが詰まった素敵な家に仕上がった。兄夫婦とも顔を合わせることがなくなり、すっきりした気持ちで新婚生活をスタート。と思った矢先、私の元に一本の電話がかかってきた。もしもし、八千代さん、今は外出中かしら。義士からの着信に嫌な予感を抱きながらも出ると、やけに上機嫌な声が聞こえてくる。え、いや、今ね、私、あなたの家にいるのよ。素敵な一軒家よね。って言っても、もうすぐ売りに出しちゃうんだけど。理解不能な言葉の後に、あははっと愉快そうに笑う声が続く。今、私の家にいて、もうすぐ売りに出す。どういうこと？言葉の意味がわからず、少し黙っていると、何を勘違いしたのか、興奮したような口調で、義士がまくし立てた。場所はお母さんに聞いたのよ。よくも私たちに黙って。まあいいわ。それより、ここからが大事な話。未だに状況が飲み込めずにいると、さらに声を大きくした義士が、勝ち怒ったように告げた。あなたの家を査定してもらったのよ。そしたら、査定額3000万だって。もちろん、私がいただくわ。きっと義士は今、とんでもないドヤ顔をしているのだろう。しかし、その話が事実であるわけがない。あの、私は今、勘違いしないでよ。これは善意でやってることなの。新婚時代の幸せなんて長く続かないし、価値が高いうちに家を売った方がいいのよ。いえ、そうではなくて。話を聞かず、早口でまくし立てるその声を遮り、私は事実を伝える。私、今家にいますけど、すぐにバレるような嘘ついたって無駄よ。表札にはあんたの名字が書いてあったし、昨日の夕方、あんたの旦那が出てくるところを確認してるもの。事実を伝えたものの、さらによくわからない理由を告げられ、ポカンと口が開く。今、私たち夫婦は、新築一軒家のソファーに座りながらくつろいでおり、ここには穏やかな時間が流れている。そして、昨日旦那は朝出勤していき、仕事の関係で夜遅くに帰ってきていた。そのため、夕方に家を出入りしているはずもない。お姉さんが言っていること、すべて間違っています。何を勘違いしているのかわかりませんが、もう一度現状を把握してみてもらえませんか？冷静な口調で淡々と告げると、まだ、そんなわけない、などとわめいていたが、その時、電話の向こうから、え、ちょっと、あんたら、何してるんだ？という声が聞こえ、そのまま、プツンと、電話は切れた。一体何だったんだ？釈然としない気持ちではあったが、ひとまず自分の家に何かされたわけでもなかったため、その日は穏やかな時間を過ごした。そして後日、母伝いに衝撃の真実を知ることとなった。もともと兄夫婦に私たちの家の場所は教えていなかったが、実家に来るたびに義士が聞いてくるため、母は大まかな場所だけ教えていたらしい。なぜ母がきちんとした住所を教えなかったかというと、私が口止めしていたから。
しつこく聞かれたら大まかな場所までは教えていいけど、詳しくは話さないでとあらかじめ伝えておいたのだ。家の場所が分かれば執念深い義手のことだからきっと押しかけてくるだろうと予想していた。ただ大まかな場所だけ知ってもどうすることもできないだろうと思っていた私の予想は裏切られ、義手はとんでもない行動に出た。なんと母から教えてもらった地域に行き、表札を見て回ったり、私たちに似た人物がいないかチェックしていたというのだ。その中でたまたま私の名字と同じ表札を発見し、私の夫に似た人物が出入りするところを目撃。普通はそんな偶然ないだろうと思うような状況だが、とにかく私を陥れたい義士はここが八千代の家だと思い込んだ。そして家から出てきた男性がポストに鍵を入れているのを確認。なぜ男がポストに鍵を入れていたのか詳細は不明だが、母曰くきっと他に女がいて、奥さんがいない隙でも狙って家に上がってたんじゃないとのこと。翌日その家を訪れた義士はポストの隙間から指を入れ、その鍵を使って勝手に家に侵入した。さらに知り合いの業者を呼び、通常であれば事前準備や査定期間が必要な家の査定を強引にしてもらったそうだ。きっと義士の勢いに困り果てた業者はその場をやり過ごそうと簡易査定のような形で見積もりを出したのだろう。その後私と電話でやり取りしているうちに家主が帰宅し、現場はさらに大騒ぎに。本来は警察に突き出されるような一件だが、一緒にいた兄が平謝りしたことと家主が大事にはしたくなかったことで事なきを得たようだ。そこまで聞いて義士の私への執着が思ったよりも強いことを実感する。そして一緒にいたにもかかわらず義士の常軌を逸する行動を止められない兄にも幻滅した。そんな二人に失望した両親は、二度と家に顔を出さないでと兄夫婦と縁を切ることになった。今回の一件で自分の気持ちに飲み込まれすぎると周りまで見えなくなるということが分かり、義士もきっと懲りたはずだ。それにひとまず家の場所もバレていないため、これ以上は関わらずしばらく兄夫婦とは距離を置こう。そう思った私はあまり深く考えずに引き続き新居での楽しい生活を満喫することにした。それから数週間後、前回の騒動以来兄夫婦からの嫌がらせは特になく、本当に懲りたんだろうと安心していた矢先、スマホに一本の電話がかかっていた。表情を確認するとお姉さんの文字。もしかして前回の件について何かあったのだろうか。警察沙汰になりかけた一件を思い出し、少し心配な気持ちで電話に出るが、私の心配とは裏腹にあっけらかんとした声が聞こえてきた。久しぶり、元気にしてた？突然で悪いんだけど、今日大学の同窓会があるからちょっとあんたの車借りるわ。っていうかもう乗ってるんだけど。そう笑いながら告げた義士は、続けてとある高級ホテルで開かれることを自慢げに話し始める。私の車に？慌てて家の窓から外を確認するも、いつもの場所に車は置いてあった。何を言ってるんですか？ちょうどアウトドアにも行きたいと思ってて。ほら、私たちの車だと小さいでしょ？この機会に車しばらく借りることになるかも。私の疑問には答える気がないらしく、一方的にこれから車で行きたい場所について話し続けている。そこでふと前回の一件と同じような違和感を覚えた。もしかしてお姉さん、あなたが乗ってる車私の車ではないですよ。何よ、私だって何回も間違えたりしないわよ。あんたんとこの車と車種も色も同じだし、何よりあんたが車から降りるところ見たんだから。
私を見たって、ちゃんと顔を確認したんですか？後ろ姿だけど、確実にあんただった。このままでは拉致が開かないため、私の車のナンバーを伝える。すると、電話の向こうでガサガサと音がして、そのまま少し無言になってしまった。ナンバー、違ったでしょ？ため息混じりに言うと、チッと舌打ちが聞こえ、信じられない言葉が返ってきた。そもそも、エンジンかけたまま車を放置するのが悪いし、あんたに似てなければ、私だって間違いなかったわよ。もう会場の近くにいるし、明日の朝返せば大丈夫でしょ。そう開き直った様子で言うと、すぐに電話は切れてしまった。一連の流れに怒りを通り越して、呆れた気持ちになる。他人の車に無断で乗り、それに気づいても焦るどころか開き直るなんて。私はすぐに警察に電話し、技師が自慢げに話していた同窓会会場の場所と、盗んだ車の特徴などを伝えた。後日、警察署で事情聴取を受け、外に出ると、そこで偶然、兄と会った。前よりもやつれた印象を受ける。気まずい思いで、それじゃ、と横を通り過ぎようとすると、ごめん、と一言だけ謝られた。それに何て返していいかわからず、黙ったままでいると、兄は昨日の出来事をかいつまんで教えてくれた。昨日私が警察に連絡した後、同窓会会場に警察が乗り込み、同級生たちの目の前で、義士と兄が一緒に連行されたそうだ。義士は、同級生たちの前では、夫婦でアウトドアに出かけるくらい仲が良くて、と、自慢げに話していたらしく、それを証明するかのように、アウトドア向きの私の車を借りようとしたらしい。なんとも、見栄っ張りな義士らしい理由だ。そして、今回は初犯で1台だけ盗んだということもあって、逮捕には至らず、30万円程度の罰金で済んだとも聞いた。前回の一件といい、変に運がいい義士を憎たらしく思う。今までのこと全部含めて、私はやっぱりお姉さんが許せないし、たとえ謝られたとしても、あなたのことも許せない。今後もし、また何かあったら、すぐ弁護士に相談するから。うつむく兄に向けて、淡々と告げた。そしてうつむきながらも、もうこんなことをさせない、とつぶやく兄の様子を確認すると、そのまま兄に背を向けて、歩き出す。はあ、実家に貼ってあるあの家族の絵、剥がさないとな、と思いながら、警察署を後にした。その後の義士の様子は、兄の友人で、私とも仲が良かった人物から、なんとなく聞いた。今回のことで、義士が同級生たちに嘘をつき、さらに他人の車を盗んでまで身を張っていたことが分かり、義士の周りからは人が離れていった。さらに、同級生の一人が義士と同じ会社だったこともあって、人の車盗んだらしいよ、と、会社でも陰口を言われるように。そんな状況に耐えきれず、義士は会社を辞め、収入が激減したことで、夫婦一緒に、ボロボロのアパートに引っ越すことになったようだ。理想の結婚生活と、現実とのギャップが受け入れられず、人を妬むことで、自分を保とうとしていた義士。私自身も、実家に飾ってある絵のような理想の家族像があったが、そんなものにこだわらなくてもいいと、今回改めて感じた。一連の出来事を経て、長年密かに抱いてきた理想の家族像から解き放たれた私は、晴れやかな気持ちで家のドアを開ける。すると、掃除機をかけてくれていた夫が私に気づき、優しく微笑む。それに微笑み返しながら、まだうっすらと新築の香りがする家の空気を吸い込んだ。それを吐き出した私は、
これから築き上げる私たちらしい家族の形を想像し、ワクワクとした気持ちになるのだった。